この車麩をこんな風に戻してあるので、まあ、チャーシュー代わりみたいな感じで使おうと思います。水を絞ってギューって押して絞ります。あ、かなり強く絞りました。これはね、あのみりんと醤油とお水と砂糖を入れたんだけど、その中にこのスモークリキッド入れて、ちょっとチャーシューっぽい香ばしさを出そうかなと思って、ちょっとだけ初めて試します。こんなの作ったことないんだけど、あ、ちょっとチャーシューっぽいじゃん。タレは置いといて、でこれをちょっとお麩に片栗粉をつけて揚げます。あ、間違えた。浸してから片栗粉つけるんだった。もう私何やってんだろう。本当はここに浸してから片栗粉つけるんでした。それから揚げるんでした。もう間違えた。どうしよう、このまま揚げてからつけるか。まあいいや、もう揚げちゃえ。心が忙しいとさ、なんかもう間違っちゃう。まあ揚げただけの麩もね、美味しいと思う。揚げてる間にネギを切ろう。ひっくり返します。はい、なんかいい感じにカリカリ。よし、じゃあね、これね、カリカリになりました。このカリカリをなんかタレに入れるのももったいない気もするんだけど、入れます。まあ、いい感じに油を吸ってるから美味しいと思う。いい、美味しそう。じゃこれ置いといて、全部入れちゃえ。このお鍋ほんと大きいけどね、役立ってますよ、こういう麺を茹でるときとか。いただきます。耳来ないけど、もう伸びるから先食べる。うん、美味しい。うん、めっちゃ美味しい。すごい、ジェスチャーのね、麺がこんなになってる。ラーメン屋ですね。うん、ちょっとしょっぱいのでお湯足します。超美味しいね。レンゲ代わり。みーみー、ラーメン伸びちゃうよ。大丈夫？なんかね、みーみー頭痛いんだって。どれどれ、このね、チャーシュー風の麩、超美味しい。おお、うん、で、味ついてる。ついてる、味ついてる。これいただきます。はい、ちょっと食べますよ。おいしい、最高、拍手。おいしいね、この麩ね、めっちゃおいしい。うん、すごい、おいしくてすごい。麺もおいしい。麺もおいしいね、これ卵。